皆さんこんにちは、ナビゲーターのゆきひろでございます。今日なんですけども、今日はですね、とある私も大好きな、種類の道具の中でですね、待望の新作をご紹介したいと思います。そして全国マキネッタファンの皆様、そしてビアレッティファンの皆様、お待たせいたしました。ついにですね、私が個人的に、あだ名をつけております、マキネッタの暴れん坊ちょっと語呂が悪いなマキネッタ界のですね、暴れん坊将軍と私は思っているですね、ビアレッティブリッカという機種があります。要は通常のね、マキネッタプラス、重しをね、こう抽出口にこうつけて、圧をね強くして、クレマンがねより出るというふうに言われているブリッカーという機種があります、ビアレッティ社のね。それのですね、デザインが新しくなりましたということでですね、まだまだ日本に入りたての、ビアレッティ、ブリッカーですねの新デザインの、機種を本日ご紹介したいと思います。それがですね、こちらでございます。はい、来ましたね、ブリッカー。ビアレッティのブリッカーね、結構使ってらっしゃる方多いかと思うんですけども、今まではね、はい、今までのブリッカーはこんな感じですね。下がね、この水タンクの部分がシルバーだったものが、新デザイン、下がね、このブラック、黒になりました。これね、あとロゴですかね。ブリッカーってたびたびね、この真ん中にあるロゴ、このね、ブリッカーというロゴが変わってきました。今回もね、この下が黒になることで、またここのね、ロゴも変わってきました。これね、しょっちゅう変わるんですけど、はい、とりあえずですね、ここの部分が黒になったということで、だいぶね、イメージが変わってきたなという感じになります。今日はね、この新型っていうのかな、新デザインブリッカーを、早速ね、使いたいと思います。で、それとね、同時に、マキネッタ、私結構ね、好きなんですけども、ちょっとしたね、以前にもご紹介したマキネッタのすすめという動画で紹介しました。より詳しいね、説明なんかはそちらの動画でぜひっていう感じなんですけども、簡単にね、このブリッカーやりつつ、そこら辺の説明も入れていきたいなと思います。で、ブリッカじゃない、このマキネッタというものですね、直火式エスプレッソマシーンなんかって呼ばれる場合もあるんですけども、初めてもしね、買った方いらっしゃいましたら、このどんなね、本体、例えばモカエキスプレスとか、他のね、ペゼッティとか、いろんなマキネッタ、こういうもの、直火でね、入れる抽出器あると思うんですけども、基本的に工業製品ですので、まずこの来たらですね、ベストなのは、本当水を入れて普通の抽出を行います。コーヒーもね、ちゃんと入れて普通に飲めるぐらいの勢いでね、こう普通に抽出をするのを3回やる人もいます。で、1回でいいよっていう人もいます。で、もしくはそのコーヒーがもったいないから水だけ入れて、こう抽出だけさせて中を洗うといったことで終わらせる方もいます。マキネッタというのは最初にですね、そういった感じで1回か、もしくは3回やる人もいますけど、抽出を行います。で、それは捨ててしまいます。ちょっとね、もったいないんですけど、これは何でかって言いますと、金属臭がね、どうしても最初の一番最初に抽出するときっていうのは、どうしてもその金属臭とか、もちろん汚れもあるでしょうけども、やっぱりね、基本的に工業製品なので、そういったものがついてるんですね。なので、それを取り除くために、そういったことをやるというふうに言われております。で、今日はね、これね、一応1回だけちょっと清掃した感じでもうやっちゃいますけども、このブリッカ、次はね、ちょっとブリッカのお話になるんですけど、先ほど私がマキネッタ界の暴れん坊将軍というふうに言ったのはですね、この重しの部分ですね、後でじっくり説明しますけども、がついてて、より圧力をこうぐっとね、溜めて、最後、プシューというふうに行くから、その、なんていうんですか、クレマが出るというふうな機能を持ってるんですね。ただね、ちょっと使い方的には、一番使いやすいそのモカエキスプレスと比べると、
ちゃんとお水の量を正確に測らなきゃいけない。まあ、それもねちゃんとついてますね、機能でね。まあ、それと粉もですね、よりシビアにちゃんとね、まあ、こうセッティングした方がいいっていうふうに思います。あとはそのこの締めですね、水タンクの締めもきっちりと締めないといけないとか、まあ、ちょっとブリッカーっていうのは若干ね、まあ、他のモカエキスプレスに比べると少しね、中継車向けといいますかになるかなというイメージはあります。まあね、そこら辺もちょっと久々にねブリッカー喋りながら、このねせっかくの新しいデザイン入れていきたいなと思います。はい、ではですねこちら新型になります。で、ちょっとね面白かったのがこれ旧型というか現行のものだったんですけど、まあねここのデザインも変わってますね。これがねこういう感じなんかね、パテンテと、ビアレッティっていう風にね、まあ、おじさんのマーク書いてますけど、これがね新しいものはこういう風になりました。プレミアムクオリティって書いてますねここら辺もね細かいデザインが変わっておりますね。はい、まあ、あとはこのね、ロゴが変わったという感じになります。ではね早速ブリッカー入れていきましょう。でまあマキネッタの基本みたいな感じになるんですけども、まあこれね外してって、あ、ちなみにこの大きさは4カップ用です。あともう1個ブリッカーは2カップ用というものがあります。まあね、これ本体ですね、ここから抽出が始まるといった感じになりますね。で、まあ、バスケット、パッキンで、パッキンはねしばらく使ってると硬くなってくるので、横から漏れるような現象があった時にはパッキンの替え時かなという感じになります。これはね別売で売ってますので、パッキンを変えてねまた使うことができます。はい、でこちらのですね粉入れですね、これはもう現行と同じですね。で水タンクはデザインが変わっただけで、まあ基本的に一緒かなというイメージですね。はい、ではですね、マキネッタ全般に言えることなんですけども、コーヒー、セットします。このバスケットにね、その時に、まあ、よくエスプレッソとかですと、まあ、深入りでね、極細なんてね言ったりします。で毎回ちょっと話すんですけども、マキネッタこういった下から火を灯す、直火式エスプレッソマシーンの時はですね、極細で入れてしまうと、ちょっとね圧がやっぱり通常のエスプレッソっていうのはバールとかでですねちゃんとした大型の機械で吸気圧で、入れるというものが正式なエスプレッソと呼ばれるものです。でこの火のねマキネッタというものは2気圧ぐらいしか出ないっていうふうに言われてるんですね。なのでちょっとパンチ力が少し弱いということになりまして、実はねエスプレッソと正式に言うものではありません。まあ、濃厚なねコーヒーが出るのでよりエスプレッソに近いコーヒーという表現した方が正確です。なんですけどイタリアの方では一家に一台、必ずあると言われるぐらいの、このね抽出機になってます。それはですね、まあ、やはりバールとかそういったところでしか飲めなかったエスプレッソというものを自宅で気軽に飲みたいといったようなねそういったことで広まったというふうに言われています。はい、ではですね今日はこの豆をですね、まあ、おなじみ、ボダムのビストロ、まあ、これはね電気式グラインダーなんですけども、こちらで、極細ではなくマキネッタの推奨は細引きから中細引きぐらいっていう風に言われてます。要はあまり細かすぎるとそのなかなか浸透がいかなくてこう圧力が溜まりすぎちゃうんですよね。となると前僕やったことあるんですけど別のタイプの機種でここがね破損の原因になったりするんですよ。要は圧に負けてしまうっていう可能性もあります。あとは抽出が遅れすぎて、なんですかね雑味がものすごく出てしまったりとか、だいたいマキネッタというのは3分半から4分ぐらいで抽出するのが、通常になってます。まあ、どんな大きさでもねだいたいそのぐらいで収まる感じです。それ以上もしそのもう8分も10分とか経っても抽出されないという時は明らかにおかしいので、まあ、そのうちの原因の一つがその極細すぎるパウダーぐらいに極細すぎる豆を使ってるっていうのが一つの原因になったりもします。まあ、なので、今回はね、こちら、あまりこう細すぎる設定にしないで少し戻します。まあ、中細ぐらいかなっていうぐらいで豆をセットしたいと思います。
今日はこんな感じですね。はい、ではですね、まず水を入れてきます。セットしてきます。で、通常のこのマキネッタ、このブリッカ以外のねマキネッタの場合ですと、この水タンクのここのバルブですね、この部分の下ぐらいまで水を入れるとちょうどいいというふうに言われてるんですけども、このブリッカに関してはですね、よりちょっと水をちゃんと測らないといけません。で、こちらの上部にですね、目印があるんですね。ただこれね、この新デザインになってから、旧デザインからご紹介しましょうか。以前のブリッカの場合、ここにですね H2O っていう、ここ見えるかな、これですね、ここがね、ここまで水を入れると。で、一旦ここに水を入れて、ここまで入れたらそれを水タンクに移し替えるっていったようなことをやっておりました。で、今回の新デザインのブリッカですね、実はH2O という文字が消えてますね、なくなってます。その代わりなんですけども、この薄い、このここ、これこれですね、これがH2O と旧式のところの代わりになってます。薄くなったんですね。で、 H2O という文字がなくなったようです。で、ちょっと今若干その同じものでサイズをというか下からね当ててみたんですけど、ちょっとね水を入れる位置は変わってる気がします。っていうのがね、結構多分これもまた改良されたんだろうなというふうに推測はしております。なので、新型のねこのデザインの方でね、ここのこの板の上まで、擦り切りまで水を入れてきます。はい、ちょうどね見えづらいかもしれないんですけど、ちょっと揺らしましょうか。ほら、ちょうどこの板のね、ここの板の上辺ぐらいまで、はい、水を入れました、はい、ではね、ここに水を入れたら、水タンクの方に移動させます。はい、こんな感じですね。では次に、コーヒーをセットします。このバスケットですね、入れていきます。先ほど引いた豆をですね入れていきます。で、ここもですね、ちょっといろんなマキネッタがもう共通のことで、はい、よくですねスプレッソマシーンとかちゃんとしたバールの場合、バリスタさんがねタンピングって言って、なんか握ってね綺麗にこう整えてグッて押すシーン見ると思うんですけども、あれはですねちゃんとしたエスプレッソマシーンだからこそやる動作になります。この、ヒデを当てるマキネッタというものに関してはタンピングというものは一切しません。しちゃうとね、その抽出が遅れてしまって雑味の原因になったりとか、抽出がされなくなってしまうとか、故障の原因になったりします。なのでマキネッタに関しては擦り切りです。このバスケットのね擦り切りなので、このコーヒーをですねちょっと山にして入れたら、あとはこう指でもいいので鳴らしていきます。鳴らして最後擦り切りでスススススと、はい、でやるのが通常のやり方です。ただこれは決まりはねそんなにないかなと思います。いろんなね好みの人いるんですよ。ちょっと鳴らしてタンパーでねちょっとね平らにしたいっていう人もいますし、僕なんかは基本的にやりません。ただ絶対やってほしいのはこの周りについたこの粉、これはちゃんと取ってください。これね抽出のちょっと妨げになる可能性があります。なのでね、僕はこういったすり切りでこういう感じでやっていきます。では、水タンクにこれを、はい、セットいたしました。で、本体をですねこれをでですね、ここブリッカもう一つポイントがあります。ここをですね他のマキネッタに比べてしっかりとちゃんとここグッと締めてください。ここがね緩いと圧がね漏れちゃうっていうのが結構ブリッカーはあるんですよ。なのでちゃんとここ締めてください。はいですね、これでセット完了です。ちょっとね解説しながらやったんでちょっと難しそうに見えますけど、基本的にマキネッタってすんごい簡単です。水セットしてコーヒーセットして火にかけるだけ、それでね濃厚な美味しいコーヒーができます。
なのでね、まあ今日はたまたまっていう感じだと思ってください。ではこれで火にかけましょう。はい、では火にかけてきます。で、通常のねこういったコンロとか家庭にあるコンロだとね、まあこのブリッカは結構直径底部のね直径が広いので乗る場合もありますけど、これなんかもうギリギリですよね、乗らないかな。なのでマキネッタもしね、初めて買われる方いらっしゃったらですね、補助のごとくを、があるとすごく便利です。今回は、はい、こちらのね同じビアレッティ社から出ているサポートリングというのを使います。このサポートリングもですね、実は先日新しくなりました。新しくなったというのは直径が2センチ増えた、そういう感じになります。以前のね旧式のものはちょっと足りなかったんですよね。なんでちょっとなんかこう心もとなかったんですけど、新型のサポートリング、ビアレッティのねサポートリングはちゃんと大きくできてます。なので、はい、ちゃんと伸びますね。ここに本体を乗せると、はい、これでね火にかけて3分半から4分ぐらいで基本的にマキネッタというのは抽出が、始まります。で、火をつける前にね解説しておきます。で、基本的にどのマキネッタでも火はですねこの直径から出ないぐらいがベストかなっていうふうに言われてます。よくねこうバーって出しちゃってここをね溶かしてしまう方いらっしゃるようなので気をつけてください。では火つけていきましょう。はい、ではね抽出を待ちましょう。はい、でですね最初にちょっとご説明します。今ね蓋開けてますけど、これ通常は必ず閉じておいてください。ブリッカねよりこの抽出がプシューっていう風にいくので、溢れる可能性も出てきちゃうんですね。なので危ないので必ず蓋を閉めておいてください。で今ねちょっとどんなもんかっていうののためにちょっとここ少し開けて抽出まで待とうかなという風に思います。要はブリッカというのは通常この蓋、通常のマキネッタはないんですね。この重しですね、この重しがあることによってぐーっと押さえて最後プシューッと出るっていうような感じでクレーマーが出るっていうような感じの意味合いがありますね。なので通常のそのエスプレッソのクレーマーというのとまたちょっと違うイメージになる可能性もあるんですけども、よりねまろやかになると言いますか、しっかりとね圧が少しプラスされるといったような感じかなと僕は個人的には思っています。で、このプシューってねそのうちなりますけども、それがなったらすぐ火を消してください。ちょっとね映せないかもしれないんであらかじめ説明しておきます。プシューってなったらもう消しちゃいます。その時点で、もうこの時点で消しています。こんな感じですね。ちょっと見てみましょう。ちょっと、ね、危ないので本来は開けないでください。ほら、はい、こんな感じですね。クレマがいい感じにできてます。
いかがでしょうか。こんな感じですね。やはりね、通常のマキネッタと比べてやっぱり泡というかクレマがねちゃんとありますよね。はい。なのでよりですね、いい感じにこうマキネッタなんですけど、なんかちょっとねしっかりとクレマ入るような感じにできました。いかがでしょうか。はい、皆様お疲れ様でございました。今日はね、新しくなった新デザインのブリッカを、やってみました。内部構造もね若干ちょっと違いがあったりとかして、やはり改良されてるのかなという印象になりました。でね、今日やってみた感じなんですけど、以前のブリッカに比べてやりやすくなったかなっていう印象はあります。ではですね、こちら説明入りましたのでいただきます。濃厚に入りますね、やっぱりね。マキネッタ自体がねこう濃厚な、エスプレッソもどきといった方がいいのかなっていう感じで入るんですけど、このよりブリッカというのはね、重しによって多少ねやっぱり気や圧が少しプラスになるのかなという感じになります。多少ねちょっとクレマに関しましては、時間が経つとね少し消えてしまうかなという感はあるんですけど、よりねまろやかに出るかなといった感じ、しっかり出てるかなっていう感じのイメージがあります。なのでね、例えばその同じビアレッティ社でしたらモカエキスプレスなんかね、重しがないタイプの一番オーソドックスなものですけど、そちらからねぜひマキネッタのコーヒーというのを試していただいて、でちょっとね先に行ってみようかなとかなった場合ブリッカ行くとか、いきなりブリッカーから始める方もいらっしゃるので別にいいんですけどね。はい、ちゃんとねしっかり計量して、くださいといったような感じです。新デザインですね。いいですね、これ。気に入りました。やりやすいかな、やっぱり以前よりねという感じなんで、これからね僕もこれを大いに活用していきたいなと思っております。皆様お疲れ様でございました。よろしければですね、チャンネル登録などしていただけましたら幸いでございます。それでは皆様素敵なコーヒーライフをお過ごしください。バイバイ。